当屋を構成させて借金を返済させた。すごいな、慈善事業じゃないですか、はい、もうやってること。当屋くんって、はい、もうなんかサイコパスなんですよ、まあ、本当に。まあ何とも言えないですけどね、うん、もう本当に子供たちが並んでる列に割り込んで卵っち買い占めて転売とかするやつなんですよ。今はしてないですよ、昔そういうこと、ね、してた らしいということなんですけども、まあ、それぐらいですね、お金に対してとにかく意地汚いですよ、うん、僕車 その運転するところの右ポケットにいつも小銭入れてるんですよね。高速とかでちょっとバッて出せるようにとか、するんですけども、その小銭をいつも盗むんですよ、あいつは。ほんとね、ドレスローザかっていうぐらいの物なくなってくるんですよ。小人の仕業だ。そう、ほんま。そう思ったら、うちにある DVD とかフィギュアもなくなったら、あいつのせいちゃうかも。いや、可能性はね。そう、そんな東屋を、今でこそさ、会社でもすっごいリーダーシップを発揮して、はい、さっきもさ、こうやってチームをまとめて、原稿のクオリティ上げんぞ、つって。今ね、夜中の3時っすよ。3時までみんなを引き連れてね、原稿チェックやってたりするの。しかも、借金1400万あったのに、全部 YouTube だけのお金で返済。すごいなぁ。そう、さらに今は、ベンツに乗って、運転手をつけて、彼女と海外旅行行ったりしてる。めちゃくちゃいいなぁ。それマジですごい。この成り上がり方は。成り上がってる。そう。だから僕は番外編として、東屋を構成させたこと。実際に東屋くんのお父さんお母さんもすっごいお礼言われる。はいはい。で、最近はミョンのお母さんがもうすっげえお礼言われる。言ってますね。手紙で。うん。小焼き様、ダマイル様。そう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 。